長野方面、小高岳などが望める安房峠は、岐阜県高山市と長野県松本市の間にある峠。国道158号が、この県境の峠を通っている。標高は1790メートル。飛田山脈南部の赤んな山と、安房山との安部であり、神通川水系高原側の支流安房谷と、品野川水系安草川の支流との分水嶺である。 上高地への入り口のほか、岐阜県側、長野県側ともにふもとは、北アルプス山麓の観光地として栄えているため、かつては国道158号の長く境外なこの峠道に交通が集中していた。行楽シーズンともなれば、大型バスも通行、利合困難により大渋滞を引き起こすこともあった。峠を挟んで、長野側には11、 岐阜側には3の連続ヘアピンカーブがあり、一部のヘアピンではホイールベースの長い大型バストラックにおいては数度の切り返しが必要である。例年11月中旬5月中旬は冬季、通行止めとなるため車両の通行はできない。この区間を通る路線バスは全便車掌が乗務し、渋滞時は車掌がバスを降りたい車を誘導して進んでいた。 この地の往来の大部分は1997年に共用が開始された暗暴峠道路を利用し、数年の通行が可能となっている。雄大なホタカ岳などの北アルプスを眺望できる地点でもある。ありがとうございます。